奇抜なデザイン、独創的なメカニズム、そしてユニークなアイデア。世界各国の大学生たちが自作のロボットでアイデアと技術を競うロボコン大学世界大会。若きエンジニアたちの熱いバトルが繰り広げられる。21世紀最初のチャンピオンに輝くのは果たしてどの大学か。ロボコン2001大学世界大会、今熱い戦いの火蓋が切って落とされる。チャンピオンシップロボコン2001。福島県郡山市ビッグパレット福島。3月4日ここに世界各国の大学から140人の選手が集まった。出場するのはアジア、アメリカ、ヨーロッパ、オセアニアの7カ国から選ばれた20チーム。いずれも厳しい予備審査や国内大会を勝ち抜いてきた精鋭たちばかりだ。今年のゲームは名付けてキュービックビンゴ。箱とオブジェを使って行うビンゴゲームだ。ゲームは赤と青に分かれ対戦形式で行う。ではここでそのルールを簡単に説明しよう。その1、箱を置いて点をゲット。フィールドには9つのスポットが設けられている。このスポットにロボットを操作して箱やオブジェを置き、その得点を競い合う。スポットを自分の得点にするためのアイテムが箱なのだ。箱には青と赤、2種類の色分けがされている。スポットに置いたとき自分のチームカラーが上になっていることが得点の条件だ。各チーム2種類のマシンを使うことができる。1つは有線でコントロールする有線マシン。このマシンは色の濃くなっているビンゴゾーンに入ることはできない。ビンゴゾーンの外からどうやって箱を置くのかが工夫のしどころだ。その2、オブジェを置いて得点アップ。9つあるスポットには箱の他に自作のオブジェを置いても得点になる。オブジェは規定のサイズに収まっていればどんな形をしていても良い。オブジェを運ぶことができるのはもう1種類のマシン、自立マシンだ。自立マシンは緑のビンゴゾーンに入れるが、有線マシンのようにコントロールすることはできない。どんなオブジェを作り、自立マシンにどんな動作をさせるのかが工夫のしどころだ。その3、一発逆転ビンゴルール。得点争いとは関係なく勝負を決するのがビンゴルールだ。縦、横、斜め、どれでも3つ並べればビンゴ。ただし条件がある。3つのうち1つは箱を使っていること、そして中央のビンゴスポットを含んでいることだ。実は中央5番のビンゴスポットだけは高く作られている。この置きにくいスポットをどう攻略するかがビンゴ達成の鍵、勝負の分かれ目となるのだ。まずは1、2回戦12試合のスタート。続いても海外チームが登場。赤の中国清華大学だ。ここは北京市内のメリキ通りと思ったら大間違い。実は中国清華大学のキャンパスの中なのだ。東京ドームおよそ70個分の広さを持つ中国清華大学。市場やガソリンスタンドもある巨大な学園都市だ。10万人が学ぶこの大学、
中国の中枢を担う人材を数多く輩出する超エリート大学なのである。ロボット制作に挑むのは機械工学科の7人。メンバー全員が今回ロボコン初挑戦だ。機械工学を駆使した彼らの自信作がこの優先マシン。ゾーンの外から真ん中のスポットも狙える長いアームが自慢だ。吸引式で箱を吸い上げる優先マシンの心臓部がこの空気ポンプ。先輩から代々このチームに受け継がれている貴重な品だ。強力な吸引力で確実に箱を吸い上げるのが彼らの戦略である。彼らにとっての課題は思ったよりプログラミングに時間のかかった中国チーム。その分マシン操作の練習を十分にできなかった点が少々気がかりだ。ロボットを作ったのは初めてなんです。一番感じたのは理論と実践が違うってことです。教科書の中に書かれていること全部が全部正しくはないってことですね。理論だけじゃダメなんです。実践してみて初めて分かったこともたくさんありました。頭の中で考えてるだけじゃダメなんですね。実際にやってみることの大切さを実感しました。それが分かったのが最大の収穫ですね。対する青コーナーは神奈川工科大学だ。今回が2度目の出場となる神奈川工科大学。ロボット工学研究部の部室を覗くと宴会の真っ最中、毎度毎度のたこ焼きパーティーが、実はこれが彼らの作戦会議なのだ。どうしたら全スポットを一度に獲得できるか。今年のマシンのアイデアはこのたこ焼きパーティーから生まれた。まず中央に陣取って八方に足を伸ばせば八本の足でというので作られたのがこのマシン、タコのてっちゃん。まず金のタコが吸い付くようにビンゴスポット制圧を狙う。さらに上に伸びた先にはかわいいピンクのタコが8匹。これが残り8つのスポットを一気に狙う。その方法もまるでタコのように8本の足を広げてである。神奈川工科大学の目標は単なるビンゴを超えて全スポットの獲得なのだ。前回は3回戦まで勝ち進んだ神奈川工科大学、今回はタコにこだわり全スポット制覇の偉業を狙う。果たして夢のパフォーマンスを見ることはできるのか。神奈川工科大学、タコのてっちゃんの動きに乞うご期待。狙うはファイトビンゴ。まず早くビンゴスポットを取りたい神奈川工科大学。あっとここで1番スポットに、当たってしまいまして、マシンが当たってしまいまして、オブジェがバラバラと落ちてしまいました。赤のチーム中国聖華大学、これは痛い。さあその次に神奈川工科大学、5番スポットに取り付いた。さああとはアームを伸ばしてオブジェを置くだけです。初のビンゴ達成なるかどうか。赤の中国聖華大学、不安の残る出来栄えだった自立マシンが立ち往生。一方、青タコのてっちゃん、タコマシンの足がどうしても広がらない。こうなっては仕方がないと箱を取りに行きました。両チーム先に青の箱を掴んだのは神奈川工科大学。さあ7番スポットに箱を置くことができるかどうか。置きました、7番スポット獲得。
さあ、それに対して中国清華大学優先マシンも9番スポットを狙いに行きました。さあ、慎重に離してこちらもスポット獲得。両チームとも箱1個ずつを置きました。さあ、中国清華大学赤のマシン着実に6番スポットを狙いに行きました。さあ、6番スポット置いた、箱2つ獲得です。さあ、それと並行するように神奈川工科大学も4番スポットに置きました。互角の戦いとなっています。さあ、今度は3番スポット、わずかに中国清華大学は早いか、赤のチーム。あとスポットを置けそうなのは1番か2番ということになっています。あるいは青の箱の上に置かなければいけませんが、おっと、自ら自分の箱を落としてしまいました。3番スポット、勝ち越しの4つ目を置こうとした中国チーム、自慢のマシンの長い腕が自分の箱を落としてしまう。どうだ、ここで虚しくカウントダウンが始まる。試合終了。箱マシンが開かなかった神奈川工科大学、辛くも3対2で勝利。続いての対戦、カリフォルニア大学デイリス校の登場だ。技術大国アメリカ、その期待を一身に背負って3回目の出場を果たしたカリフォルニア大学デイビス校。マシンの製作現場に急ぐこの青年、ビル・アラン君19歳。大学入学と同時にロボコンチームを作ろうと決意した根っからの彼こそがチームの要だ。マシンの設計もビル、加工もビル、配線もビル。ビルなしではこのチームは成り立たない。彼を中心にして製作されたマシンは火星探査機を思わせる斬新なデザインになった。このマシン、ビルの自慢は手元のコントローラーだ。名付けてジョグコントローラー。ダイヤルの動かし具合をコンピューターのチップで計算し、マシンの前後左右を制御する。しかもダイヤルを回す勢いを感知してマシンのスピードまでこれ一つでコントロールすることができる。さらに手首に固定することで片手で微妙な操作もできる優れものだ。このコントローラーを使ったマシンの操縦もビルの右に出る者はいない。おっと、あと10日か本番まで。楽しみだね。ロボットの調子はとってもいいね。とっても。そう、完璧とまではいかないけど、いい感じに仕上がってきてるよ、いい感じに。だがしかし、そのビルに不運が訪れた。本番前日の会場。アメリカチームの中にビルの姿がない。ビルは来日を果たさなかったのである。理由はパスポートの期限切れ。作業に没頭するあまり更新手続きを忘れてしまったのだ。もうビルったら。ハヌイのビルがいなくてはマシンの組み上げもおぼつかない。主なきマシンは動くのか。アメリカチーム大ピンチ。青コーナーは神奈川大学だ。初出場の神奈川大学はマシン製作にあたってある昆虫にこだわった。その昆虫とはアリ。7つのオブジェ全てをアリにしてしまった。向きに働く働きアリの姿にスポット獲得の期待を重ね合わせたのだ。しかしこのアリたち、どうやって目的地を目指すのだろうか。秘密はフィールドの白線にあった。アリを乗せた自立マシンの前には色の濃淡を検知する赤外線センサーが取り付けられている。これでフィールドに引かれた白線を外さないように進む。センサーはマシンの後ろにも取り付けられている。
このセンサーで白線の交わりを検知し、その場所に来たら曲がれの命令を出すのだ。しかもこのアリただものではない。スポットを獲得するや否やパフォーマンスを始める。ベートーベンの大工歓喜の歌で踊りを披露するのだ。感極まってます。普通は物は動かないっていうみんな認識というか、ほとんどのチームは動かないと思うんですよ。まだ知らないですけど、それがいきなり動き出すっていうのはやっぱ楽しいんじゃないですかね。やっぱみんな驚いて、まあ、かわいいかどうか知らないけど気に入ってくれれば、まあ、それができれば私は満足ですね。香川大学のマシン、まず羽アリが順調にスタートしました。まあ、このアリの行列するようにマシンが動くところにヒントを得て、今回オブジェはアリにしたということです。さあ、アームがぐるっと上がったぞ。5番のビンゴスポットに取り付いた。羽アリ置くことができるよ。さあ置いた。拍手が湧き上がります。そしてビンゴスポット上では羽アリが踊り始めました。このパフォーマンス、場内からはおーという歓声が湧き上がっています。アリのオブジェが見事なパフォーマンスを披露した青香川大学。まず5番のビンゴスポット、続いて7番スポットをゲット。あとは3番に箱を開けばビンゴ達成だ。さあ、そして赤チームカリフォルニア大学デイビスコ、ようやくですがマシンが動き始めています。ゆっくりとではありますが初めて動き出しました。さあ、箱をつかむことができるかどうか。何しろ前日のテスト走行でも動いていませんので、どういう動きをするのかがよく分かりません。謎のチームです。さあ、そして香川大学の優先マシンは今大会で唯一の箱を中に取り込むタイプ。これで3番スポットのそばまで順調に移動する。取り込んで、青の箱を取り込んだ香川大学、これで箱を3番スポットに置きますとビンゴ達成ということになりますが、どうだ、置くことができるか。残り20秒です。さあ、ビンゴを目指して進みたいところですが、止まってしまうのか。アームが伸びた。残り10秒。さあ、3番スポットを置くことができるか。箱を置けばビンゴ達成だ。アームのフライが決まるか。ビンゴ達成。次は九州勢同士の対決。まずは九州大学だ。ロボコン出場7回を数えながら、いまだかつて賞を取ったことがない九州大学。しかし今年の彼らの行動は明らかにこれまでとは違っていた。なんとマシンの情報をインターネットで公開してきたのだ。彼らのホームページ、そこには自立マシンがビンゴスポットに到達する時間や優先マシンが箱を取り込む方法などアイデアの全てが紹介されていった。あえて作戦を公開したのだ。去年のロボコンでは5つのゴールに球を投げ合う雪合戦が繰り広げられた。去年もマシンの設計を担当した古賀君、しかし九州大学は初戦敗退を喫した。その悔しさをバネに古賀君は一人静かに闘志を燃やし続けてきたのだ。そんな古賀くんが今年設計したのがこの自立マシンだ。試合開始から中央のビンゴスポットに到達するまでの速さには絶対の自信を持っている。スピードを追求する古賀くんが考えたのはゴムの力を使うことだ。パチンコの原理でマシンを発射するアイデアである。さらに古賀君には発射後もまっすぐ進ませるための工夫があった。タイヤの脇に取り付けられた小さな車輪は進んだ距離を測るロータリーエンコーダーという部品。左右2つのこの部品が常に同じ回転数になるように修正しながらマシンは進んでいくのだ。
無冠からいきなり優勝を狙う古賀くん、九州大学今年は何かが違う。対する青コーナーは鹿児島大学だ。ロボコンの古豪鹿児島大学、過去8回出場して優勝を含む4つの賞を獲得している伝統校だ。今年のチームが作った優先マシンは強力な吸盤で箱を吸い上げる方式だ。さらに箱をマシンの中で転がすことができる。回転ベルトにある小さな突起、箱はこれに引っかかって90度ずつ回転する。仕組みは至ってシンプル。箱を取り込みさえすれば自分のチームカラーを上にできるのだ。伝統校にふさわしく安定したマシンが強みの鹿児島大学だ。となりましたが、まず赤の九州大学のチームが5番ビンゴスポットに取り付いてオブジェを置いた。早いぞ九州大学テクテクキングダム。さあそれと並行しまして着実に今ビンと1番4番に置きました。そして5とビン5と3つのオブジェを置いています。ここまで順調な動きを見せています。九州大学、さあここで9番スポットに箱を置いてビンゴ達成。九州大学は続いての対戦、赤コーナーからは優勝候補のタイチームが登場だ。アジアの中でもひときわロボコンに意欲を燃やす国、タイ。タイの代表校はラージャメンコン工科大学だ。この学校が優勝候補と目されるのには理由がある。過去2回のロボコン大学世界大会でタイのチームは2連覇を達成。いずれも圧倒的な強さでの勝利だった。アーチャモンコン工科大学は今年タイの国内大会で並みいる強豪を相手に5試合中4試合でビンゴ勝ち。過去のチャンピオンを破り代表校の座を手にした。だって優勝、それは間違いないと思いますよ。ええ、マシンがとにかく早く動くように作りました。でも特にあの長く伸びるアームには自信があります。クレーン車のように長く伸びる腕、あんなの誰にも作れないと思いますよ。本当。タイチームの自信の裏付けが優先マシン。頑丈な作りで動きも確実だ。アームはなんと2メートル80センチまで伸びる。真ん中のビンゴスポットにも余裕で箱を置くことができるのだ。そしてセンサー搭載の自立マシンは確実さを追求している。3個のオブジェを積み込んだ自立マシンはセンサーで白線をたどりながら卵を産むように間違いなくスポットに置いていく。チーム名はタイ語で夜明けまで。いつも夜明けまで作業をしているところから付けられた。最後まで気を抜かずにマシンの調整をするラージャモンコン工科大学。この強豪を破るチームは現れるのか。対する青チームは第一工業大学だ。強豪タイチームといきなり対戦することになったのは鹿児島県の第一工業大学。地道な一歩を踏み出そうという意味が込められているのだ。機械工学科の彼らにはマイコンが使えないというデメリットがある。
そこで考えたのが人間の感覚に頼るマシンコントロールだ。目分量ながら正確なスタートが切れるよう何度も練習を重ねてきた。体で覚えるのを目標に地道に努力を積む第一工業大学だ。まさに体で覚える。舞い込んないけどシンプルに勝つぞ。おマシンで箱を8番スポットに置きに行きました。おっと、この8番スポットの箱の上に青の箱を置こうというのか牽制しています。予想外に優位に立った青、第一工業大学。今度は対チームの箱の上に重ねて箱を置く戦法に出た。さあどうするのか。第一工業大学ファーストテクノロジー、8番に置いてもビンゴということになります。2番5番すでにオブジェを置いている。あっと、箱が落ちてしまった。赤のタイチームラーチャモンコン工科大学、なんとか箱を数多く置いて対抗したいところ。すでにタイのチームの自立マシンは止まってしまっています。まずは4番スポットを狙いに行こうというのか。置きました。さあどうだ、残り時間は少ない。ビンゴ達成を狙いに行くのかどうか、ちょっと苦しいか。残り10秒、うんと7番スポットのあたりで揉み合っています。どうだ、どちらが箱を置くのか。上から置いたぞ、第一工業大学。ここで試合終了。タイチーム最後に箱を崩してしまい、青の第一工業大学が勝利を収めた。1、2回戦、この他の試合結果も見てみよう。インドネシアからのスラバヤ電子工学ポリテクニックに対するは東京大学。赤、スラバヤの自立マシンは家型のオブジェを確実にスポットに置く。対する青、東大はなすすべもない。スラバヤ優先マシンも見事に操り勝利を収めた。福岡東洋大学対日本大学は日本大学の勝利。湘南工科大学は戦車のようなマシンを操る。対戦相手は立命館大学。戦車マシンが縦横無尽に走り回り相手を制圧。機動力で湘南工科大学が勝利を手にした。赤、クイーンズランド大学は電気通信大学にビンゴ負け。青のインドネシアスラバヤチーム、この試合でも家型のオブジェで確実に得点をゲット。日本大学を下しスラバヤ2勝目。ホンビエニ工科大学対神奈川工科大学、エッフェル塔対タコの戦いとなったが、勝ったのはタコ。神奈川工科大学がビンゴ勝ち。これで1、2回戦を勝ち上がったのはこの8校。続いては準々決勝4試合だ。準々決勝最初の対決、戦車マシンの湘南工科大学の登場だ。
去3年間ユニークなアイデアで必ず賞を取ってきた湘南工科大学。今年も奇抜なマシンで試合に臨む。取り付けられたプロペラ、そう、彼らのマシンは空を飛ぶのである。飛行船のようなマシンで、なんと空中からオブジェを落とそうというのだ。宙に浮かぶマシンをナビゲートするのはフィールドに立てた2本のアンテナだ。アンテナには超音波の発信機が、マシンには受信機がついている。マシンはアンテナからの超音波を頼りに自分の位置を割り出し、決められたポイントまで飛ぶようにプログラムされているのだ。湘南工科大学はもう一つのマシンにもアイデアを凝らしていた。赤外線による無線操縦で動く戦車型のマシンだ。どんな障害物をも乗り越えて進むこのマシン、無線操縦のためビンゴゾーンの中にも入ることが可能だ。相手のオブジェを押しのけるこのマシンで、湘南工科大学はベスト4進出を狙う。対する青コーナーは香川大学だ。1回戦で見せた華麗なアリのパフォーマンスを再び披露することができるのか。まず勢いよく羽ありが飛び出したが、おっと5番スポットを狙いに行った自立マシンが2番スポットに当たって倒れてしまったぞ。さあそれを見て香川大学が羽ありを置きに行く。どうやら不思議な動きをしながら舞い上がったり下に降りたりしています。対します青のゾーン香川大学、2回戦はビンゴで勝ちました。今ゆっくりと優先マシンが箱をマシンの中に取り込もうとしている。まず7番スポットをゲットした赤の湘南工科大学、香川大学の優先マシンが箱を取り込もうとしている間に9番スポットも難なくゲット。一方青の香川大学、マシンに箱が引っかかりなかなか取り込むことができない。リードしているのは赤の湘南工科大学。さあそしてこのまた戦車のようなマシンが8番スポットに赤の箱を置きに行きました。この後も湘南工科大学得点を重ね、3対0でベスト4進出を決めた。準々決勝、次の対戦は九州大学対神奈川工科大学だ。赤の九州大学、古賀君の設計した速攻マシンでビンゴ連発なるか。青の神奈川工科大学、1回戦では出せなかったタコマシンの大技、パーフェクトビンゴが見られるか。さあ勢いよく飛び出したのは九州大学テクテクキンガム。まずがっちりとビンゴスポットをキャッチしました。さあそのままなんと神奈川工科大学のマシンを妨害しに入ったぞ。どうだ、激しくビンゴスポット上入り乱れております。どうなっているんでしょうか。赤の九州大学、1回戦同様まず5番スポットを素早くゲット。続いて自立マシンが左側のラインにオブジェを置いていき、1番と7番をゲット。あとは3番か9番を取ればビンゴ達成だ。激しい試合となりました。準々決勝の第4試合。さあそれと同時に優先マシン九州大学、赤の箱を9番スポットに置いて、ここでビンゴ達成。九州大学古賀君設計の速攻マシンが37秒という準々決勝。他の試合結果も見てみよう。赤第一工業大学対青インドネシアのセラバエ電子工学ポリテクニックの試合。青のインドネシアのセラバエチームは自立マシンが家型のオブジェを確実に置いて回り得点を伸ばす。接戦の末5対4でスラバヤチームの勝利。続く赤金沢工業大学対青電気通信大学の試合。自慢のフレールオブジェで着実に点を稼いだ金沢工業大学、5対3でベスト4進出。
まずは青のゾーン九州大学、九州に行きます。そして赤のゾーンは菅谷天使公園ポリテクニック、エレクトロニックエンジニアリングポリテクニックインスチュートオブスーパーバイオンインドネシア。さあ決勝までやっと到達。どうですか九州大学。嬉しいですね。とってもいつか戦いに向けて。ああ、もう勝ちますよ。いつも通りの力を出せば勝てると思います。うん、続いてずっと試合を勝ち進んできたわけですけども、ロボットの方の調子はいかがでしょうか。ちょっとやっぱり今までのダメージというか、それが、来てるマシンがあるんで、なるべく早めに試合を片付けたいです。決勝戦頑張ってください。はい。 Are you ready to win the game? Yes, sureWe actually all of us surprised getting the final game. Get the final game. Yeah. You didn't think you would make it. Yeah, yeah. Really? 決勝戦に出れるとは思わなかったということですが、はい。ここで決勝戦まで勝ち上がってきた両チームの戦術を振り返ってみたい。スラマヤ電子工学ポリテクニックは赤、青、どちらのコーナーからスタートしても自立マシンが家型のオブジェを確実に置いてきた。その後、安定した優先マシンの操作で追加点を狙う。これまで全て接戦をくぐり抜けての決勝進出だ。九州大学は圧倒的なスピードで今回ダントツの強さで勝ち上がってきた。これまでの3試合すべてをビンゴ勝ちで決めている。ビンゴ達成までの平均タイムはわずか45秒。決勝でも9台の速攻でビンゴは決まるのか。さあここでセッティングタイム終了。いよいよ決勝戦です。世界をつなぐロボコンの夢、新しいオーンと試合開始直前にアクシデント発生。九州大学古賀君、ボムの力を利用した速攻マシンのストッパーをかける手順を間違えてしまったのだ。もう一度セッティングタイムをもらった九州大学、決勝戦異例の仕切り直しとなった。決勝スタート、5秒前、3、2、1、スタート。さあ中央のビンゴスポット、どちらが先か。先に取り付いたのは青の九州大学、テクテクティーニャン、それを横目に赤のインドネシア、スラバヤ電子工学ポリテクニックが1番、4番、7番にオブジェを置こうというところ。赤のスラバヤチームはこれまでの試合通りオブジェを確実に置いて1、4、7番のスポットを獲得。対する九州大学、反対側の列でスポットを取り反撃に出ようとする。しかしまだ3番しか取れていない。3対1でスラバヤチームのリード。目の離せない展開となってきました。21世紀最初のロボコン決勝戦、激しくぶつかり合いました。5番スポット、さあ赤のスラバヤ電子工学ポリテクニック、優先マシンで着実に8番スポット、赤の箱を置きに行きました。どうだ、置くことができるかどうか。赤のスラバヤチーム、8番スポットに箱を置いて得点追加、着実な試合運びだ。一方青の九州大学はここからでも反撃に出たいところ。しかしここで再びよもやのマシントラブル、箱をつかむマシンの車輪がうまく動かないのだ。九州大学最後の試合で不運が続く。さあしかし着実にこの箱を置きに行っています、スラバヤ電子工学ポリテクニック。さあ9番スポットに箱を置きました。このビンゴゾーン上目立つのは赤の箱、そしてオブジェです。片方の車輪が回らないマシンを操り、なんとか箱を押して動かそうとする九州大学。しかし思うようにマシンのコントロールができない。試合は持久戦へともつれ込んだ。時間が進むにつれてやや膠着状態となってきました。しかしその中でも確実に箱を置いているのは優先マシン、スラバヤ電子工学ポリテクニックです。さあ3つ目の箱を置きに行こうというところ、なんとか
箱を置きたい九州大学、しかしここへ来てこの赤外線制御のマシンがうまく働きません。30秒切りました。苦しい展開、九州大学。それに対してここでくる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 と箱を回りながら進んでいます。これはわざとこうしているんでしょうか、それとも勝手にこうなってしまったんでしょうか。止まりました。さあ残り時間が少ないと10秒切っている。カウントダウンが始まった。スラバヤ選手工学ポリテクニック優位で回って終了。優勝はインドネシアチーム。九州大学を5対1で破り、スラバヤ電子工学ポリテクニック21世紀最初のノーコン大学世界大会を制した。Our team and our nation. 2001アイデア対決ロボットコンテスト大学世界大会優勝の座に輝いたのはインドネシアからやってきたスラバヤ電子工学ポリテクニックの皆さん。2001ロボコン大学世界大会優勝はインドネシアのスラバヤ電子工学ポリテクニック。初戦から着実な試合運びで接戦に次ぐ接戦を勝ち進んできたスラバヤチーム、念願の初優勝だ。おめでとう。準優勝は九州大学。惜しくも優勝の夢は叶わなかったが、華麗なビンゴ勝ちを連発。そのスピーディーな動きが印象に残った。